こんにちは。散歩したろう。バーチャルアシスタントの愛香です。今日は東京都目黒区にある2つの公園を散歩します。それではまず1つ目の目黒天空庭園に早速向かいましょう。目黒天空庭園は首都高の大橋ジャンクションの屋上を緑化して作られた公園です。ジャンクションとしてよくあるように道路が螺旋状に組まれていて、空から見ると楕円の形をしたスタジアムのようにも見えます。庭園の長さは約400メートル、広さは約7000平方メートルあります。高速道路を利用したこれだけ規模の大きい施設は珍しいですね。以前に双子玉川ライズなどの屋上庭園を動画にしましたが、最近はこのような建物の上を利用して緑化公園にするケースが増えてますよね。隣接するビルで住んだり働いていたりする方のお庭にもなっています。なんて贅沢なお庭なんでしょう。上に登るためのエレベーターもありますが、今回は階段を使いますよ。開園時間は午前7時から夜の9時までとなっています。季節によっては若干違いがあるみたいなので注意が必要ですね。ちなみに今は緊急事態宣言期間中のため夜は8時までと短縮されています。ああ、246号線の向こう側からも来れるんですね。しかし、思ったほど急な階段じゃなくてよかった。このトンネルを通っていくのか、まるで秘密基地に入る感覚だな。西口広場に出ました。管理施設などがありますね。畑だ。何を植えているんだろう。
に道が分かれているので、くねくねしてる方を歩いてみよう。広場に入りました。ほんとくつろげそう。首都高の上だからもっと自動車の音とかがうるさいのかなと思ったら、全くと言っていいほど聞こえませんね。ここが道路の上だっていうのが嘘みたい。余計になりそうだな。正面にあるのはエレベーターですね。公式サイトに書いてあった信楽焼の大鉢に植えられた黒松ってこれのことかな。おう、梅が咲きかけてる。かな？違う？もう咲いてるの？くねくねしてる。右手にあるのが目黒区の施設。中には図書館もあるんだ。
ちらっと下の方が見えます。なんかすごくない？さすが天空庭園、いい眺めだ。この先にも歩けそうなところがあるけど、生態系維持のため立ち入り禁止と書いてある。残念だな。後で調べてみたら、ここは大橋里の森といって、目黒区周辺の斜面林や草地、水田といった原風景を再現した場所だそうです。また年に何回かは公開されていると公式サイトに載っていました。では目黒天空庭園はここまで。思ったより緑は多かったけど、でもやっぱり春とか秋の方が花が咲いていて華やかで楽しそう。大橋里の森が公開される時にまた来てみたいな。では次の目的地の筆刈公園に向かいます。ここからは目黒川を下って中目黒方面に向かい、すぐの位置にあります。大刈山にも割と近く、以前の動画で撮影した西郷山公園のそばですね。立派な太い木が多いこと。いつだったか大刈山に来た時に少しだけ寄った記憶はあるのですが、あまりどういった公園か覚えてないんですよね。ここもそろそろ梅が咲き始めてますね。この菅刈公園にもやはり日本庭園がありました。福源庭園というそうですが、整備されたとても綺麗な池です。でっかい鯉だな。いかがだったでしょうか。今回は先進的な近代の公園と昔ながらの伝統ある公園といった組み合わせでした。東京都内なら交通の便もいいので、公園のはしご病みつきになりそうです。特に空中庭園系は探せばまだまだありそうなので、いくつかをまとめた動画もいいかな、などと考えています。それではまたご覧いただけると嬉しいです。さようなら。